これからね、つなげるの。今つなげるところの台数がですね、はい、消防車の普段から使われてますが、防火の観点よりは全然強いですね。ちなみに、バーナーことも当てても燃えないです。茶色くなって、もっとやってると黒くなりますけど、燃えないです。ただ、この上のナイロンが外を当てると、溶けてしまいます。ただ、当ててても、どん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 燃え続けないんですね。そこだけで、こう、終わりてしまいますから。
25×15m 誰か掛け算早い人いるかな。 25×15 いくつでしょう。 25×15、250とその下に125を足すと大人の人はすぐ375って出ましたね。375、縦と横だから平方メーター。プールは水が深さがあって重さが1メーター。じゃあ1メーターとすると ×1 で立方メーターになるから300容積ね、375立方メーター。この気球は、3000立方ある。そうすると学校のプールの水がこの気球の中に入れると、さあクイズです、何杯入るでしょうか。3択いきますね。1番約5杯、2番約8杯、3番約20杯。これはお子さんだけにしてください。はい、どうぞ。3択1番か2番。
海部の人に炎が当たってしまうと危険なぐらい今左右に振られたんでごめんなさい。綺麗に広がるとあそこにね、なんとも可愛らしい絵がね映るんですが、ちなみに今日これはの空を飛んでゲストライトをしたんですけどね。みんなお昼寝タイム。あ、やっと膨らんだ。ちょっと顔出た。一応今これ安全なところまで閉まったらバーガー体験していただけますので。例えばこのままみんなで100人で綱引きしてもまず勝てないですね。風の力が強いですから。